本日は、東方二次創作漫画、東方奇連6の主役に決定された、伊吹スイカさんもよく通われる、この、アガルタ、というパブに来ております。今回、主役という重責を担われたスイカさんの、現在の心境や、作品の見どころなど、いろいろと伺えたらと思いますが、ご当人はすでに悠々と、リラックスされてスタンバっておられるご様子です。なんだか、こちらも大変緊張してきましたね。では、早速インタビューを、していきたいと思います。あまりにも有名な、平安時代の鬼の総大将、大江山の四天童子こと、伊吹スイカさんです。さすが博士鬼たちの総大将を、務めていただけはあります。なんというか、貫禄と迫力が桁違いであります。こんなに、愛くるしい要望なのに、そのギャップがまた全国の、スイカリアンを陶酔させるのでしょうねー。あ、なんととうとう笑顔でありましょう。これは燃えます。たまりませんねー。どうもどうも、皆の衆。わざわざ、こんな旧世界の骨董品のような私なんぞに興味を、持ってくれて、とても感謝しておるぞい。皆の衆も、このような殺伐とした嫌な時代の中、日々の仕事に勤しんで全く、大変じゃのう。どうか無理をせず、自分のことを大事にいたわってやってくれよ。昨今は、鬼よりも人間の方が鬼じみてきていると、耳にしているのでな、わしは危惧しておるぞい。ああ、そうそう、わしが主役の二次創作漫画が近々、ピクシブで投稿開始になるが、主役はもう一人、宇佐美蓮こと夕食君もよく、知っている、可愛い人間の娘じゃよ。とにかく幻想郷と下界が、大変なことになる一大スペクタクルロマンジャー、大いに期待せよ。